今ですね、ずっとあのヘブライ書の御言葉をずっと礼拝で読んできておりますし、また11章ね、あの本当に1節2節というですね、非常に短いところを読みながら進めております。振り返りましたらですね、11章の1節からメッセージをしたのが今年度の初めでした。4月の最初の礼拝でした。ですから4月、5月、6月、7月とですね、まだ11章をゆっくりゆっくりですね、まあ、進んでいる形になっています。ここに多くの旧約聖書中の人物の名前が挙げられているわけですね。その方たちの名前を聞いてですね、あ、どういう歩みをした人たちだったんだろうか、どんなエピソードが、どんな信仰の逸話が旧約聖書に記されているんだろうか、そんなことをですね、一緒にこうまた旧約聖書の方も見ながら、ね、そこで主が語ろうとしておられることをなんとか聞き取らせていただきたいと、そんな思いでですね、この11章を少しずつ読み進めてきたところであります。今日はヘブライ書の11章28節と29節です。もう一回お読みしたいと思います。信仰によってモーセは、滅ぼす者がウイゴたちに触れることのないように杉越を行い血を塗りました。信仰によって人々は乾いた陸地を通るように紅海を渡りました。同じことを試みたエジプト人たちは海に飲み込まれてしまいましたと書いてあります。ここにもそれまでの11章の御言葉と同じように、信仰によって、信仰によってというですね、そういう言葉が繰り返し記されています。モーセというのは出エジプト記以降ですね、まあ、レビ記、民数記、申命記にわたって記されているイスラエルの人々がエジプトから出エジプトし、そして約束の国カナン、いわゆるイスラエルの国の領土となるですね、その地域にこう移動していく40年間の荒野の旅を導いた指導者でありました。イスラエルが出エジプトをして、エジプトを脱出して、そして神の民となっていくということは、イスラエルの人々にとって非常に大きな出来事でありました。まあ、よくアイデンティティというですね、そういう言葉を使います。私個人のアイデンティティというのもあるでしょうし、また例えばその民族、国民ですね、その人々のアイデンティティということもよく言われます。イスラエル人たちのアイデンティティというのもあるわけですね。それはすなわち信仰告白ですけれども、旧約聖書の中に記されているのは、彼らは自分たちはかつてエジプトで奴隷であったけれども、神様の不思議な御業によって贖い出された民であるというですね、それがイスラエル人が自分たちがどういう民であるかという、そういうアイデンティティとして信仰告白をするときに言われていたことであります。出エジプトというのはですね、もちろん血縁で考えれば、いわゆるアブラハム、イサク、ヤコブというそういうですね、スタートに遡ることができるわけですけれども、しかし歴史的な出来事としてイスラエルの人々はエジプトから救い出していただいた、エジプトからこの神様によって贖い出していただいたのが我々なんですというですね、そういう、まあ、自己認識を持っていたのであります。ですから出エジプトの出来事というのはイスラエル人にとって非常に重要な出来事ですね。それがもう我々の民族のスタートなんだってね。その時に彼らは荒野で律法を与えられます。ですからイスラエル人の信仰というものがですね、いわゆる旧約聖書の中で示されている形で、あの主にこう与えられたのも、またまさしくこの出エジプトの旅であったわけです。同じ神様をずっとアブラハムの時代から信じてきていたでありましょうけれども、しかし律法に従うという生き方を示されたのはこの出エジプトの旅においてでありました。そういう意味においても、この出エジプトの旅というのはイスラエル人にとってとても大事なことであるわけですね。そして今日のヘブライ書の11章の28節29節には、その出エジプトの旅において非常にまた重要な意味を持ったいくつかの出来事のうち2つの出来事が記されている。その1つが杉越、まあ後でご説明します。杉越という出来事、それともう1つは、足の海の奇跡ということですね。足の海、自分たちの目の前には海が広がり、後ろには追跡してきたエジプト軍が迫る、もう逃げ道がないという時に神様はその海を2つに分けられて、イスラエルの人々はその間を渡っていき、
やがてイスラエル人が渡り切った時にはまた海が水が元に戻ってしまったので、エジプト軍はその中で溺れてしまったというですね、そういうイスラエルの人々が助け出された奇跡がありますけれども、これも、この出エジプトの出来事の中で非常に重要な、神様がイスラエル人たちを救い出すというですね、そのことが文字通り行われた出来事でありました。この出来事を思い返しながら、ヘブライ書は信仰というものを読者に教えようとしているわけですね。今日はおかげで助かったというタイトルをつけておりますが、いつものようにですね、3つのポイントでこの箇所から教えられることを聞き取ってまいりたいと思います。まず1つ目に申し上げたいことは、ご自身の方法で救ってくださる神様ということです。ご自身の方法で救ってくださる神様であります。28節をもう一度お読みします。信仰によってモーセは滅ぼす者がウイゴたちに触れることのないように杉越しを行い血を塗りました。先ほど出エジプトの出来事で大事なものの一つ、杉越しということを申し上げました。杉越しとは何かということですね。杉越し祭とか杉越しの祭りという言葉をお聞きになったことがあると思います。この出エジプトの時の杉越しの出来事を記念して、イスラエルの人々は杉越しの祭りというものを大事に守ってきています。今に至っても大事に守ってきています。旧約聖書でもイスラエル人たちが守るべき3つの大事なお祭りというのが挙げられていますが、そのうちの1つがこの杉越しの祭りであるわけですね。出エジプト記を読むと、その杉越しの祭りのそれを行う目的は、出エジプトの出来事、エジプトで奴隷のような強制労働をですねさせられていたそのイスラエルの人々が神様によって贖い出されて約束の地へと行けるようになった、その出来事を記念する重要なお祭りです。モーセの時代、イスラエルの人々がエジプトの地でどん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 増えていきました。そのことをエジプト人は非常に恐れました。もし何かエジプトの王政府に対する反逆的な動きがですね、イスラエル人の間に広がるならば、非常にイスラエル人は人数が多いから、これは大変大きな力勢力になるということで恐れられたわけです。その時にエジプトの王様ファラオは命令を出して、重い苦役をですね課すことによってイスラエル人をいわばこう弱めようとしたわけです。それでイスラエル人はさまざまな重労働に苦しむことになりました。聖書を読むと、ラメセスという町をですね、出エジプトの時にイスラエル人たちは旅立ったというふうにあるわけですね。歴史を見ますと、確かにラメセスという王様がいたわけです。そしてラメセスという王様の時代に町が建てられたということがあるわけですね。ですからおそらくそういうですね、ラメセスという町をこう町全体を新しく建設していくようなことにですね、こう動員されたんだろうということが、まあ、想像できるわけです。それは大変な労働でありました。モーセがファラオのもとに行ってですね、イスラエル人を解放するようにというふうに要求したならば、今度はですね、レンガの材料さえ与えない、レンガの材料も自分たちで調達し、そしていついつ期日までにレンガをきちんと仕上げて納品するようにと、まあそのようなですね、ます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 ですね、こうイスラエル人に対するその要求が厳しくなるようなことがずっと続いていました。そういう中で出エジプト記の2章の24節25節にこう書いてあります。神はそのうめきを耳にし、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み、御心に留められたとあります。そのようなイスラエル人の苦しみを見て神様はことをなそうとされるわけです。
主はモーセを召し出し、そしてアロンと共にエジプトのファラオのもとに使わします。モーセとアロンはイスラエルの人々をエジプトから約束の地へ、その場所は神様がかつてアブラハムとその子孫に与えると約束された地でありますけれども、その場所へと導き出すためにモーセたちは立ち上がるのであります。モーセはエジプトの王ファラオのもとに行きまして、イスラエル人の解放を要求しますけれども、それが聞き入れられるはずもありませんでした。そこで主はモーセを通して9つの災いをエジプトに下すわけです。ナイル川が血に変わってしまうとか、イナゴの害に遭うとかですね、さまざまな害を持ってエジプト人にご自身の力を見せられる。そしてこの神様が守ろうとしているイスラエル人を解放するようにと、王様以外の人々はもうみんな心動かされてですね、もういい加減この神様に抵抗するのをやめてイスラエル人を解放したらどうですか、そのような思いにもなっていましたが、しかしなかなか王様がそれを聞き入れようとはしませんでした。いよいよ10番目の災いがもたらされようとしました。出エジプト記の11章の4節から5節にこう書いてあります。私は深夜エジプトの中を歩む、そしてエジプトの地のすべてのウイゴは死ぬ。その王座につくファラオのウイゴから石臼の傍らにいる女奴隷のウイゴまで、また家畜のウイゴもすべて死ぬ。主はそのように言われて10番目の災いとしてエジプト中のウイゴを撃とうとされました。この時エジプト中のウイゴの命を撃つとおっしゃったんです。しかし神様はイスラエルの人々を区別されて、そのような災いがイスラエルの家には及ばないようにと、杉越の儀式と食事をイスラエルの人々に命じたわけです。それはどういうことであったかと言いますと、家族ごとにそれぞれ自分たちのために欠陥のない1歳のオスの子羊、もしくはヤギですね、それを1匹用意して、それをほふります。そしてその血を取って自分たちの家のですね、玄関のその柱とまた鴨居にその血を塗るわけです。そしてそのほふったそのお肉はみんなで食べて、そしてまた種なしパンと煮がなを添えて食べる、まあ、そのことをですね、神様は人々に求められたわけであります。今でも杉越の祭りのその食事の作法というものがありますけれども、このようにですね、肉を食べ、また種なしパンを食べ、煮がなを食べるということがですね、その食事の儀式の中でなされています。このようにすることによってイスラエルの人々はこの神様の大いなる災いを免れることになりました。その夜に主はエジプト中のを行き巡り、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴが撃たれたと。またそのことによって神様はエジプトのすべての神々に裁きを行われたわけであります。しかしイスラエルの家は大丈夫でした。なぜならば先ほど読まれた出エジプト記12章13節、あなた方がいる家の血はあなた方の印となる、私はその血を見てあなた方のいるところを過ぎ越す、こうしてエジプトの地を私が打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には及ばない。このような約束を神様が前もって与えてくださっていましたので、この約束の御言葉を信じてモーセ自身もそのようにしたでしょうし、またモーセの指示を聞いた一人一人もまたそのようにして、この大変な災いが過ぎ去った、過ぎ越したのであります。過ぎ越しというのはですね、その災いが過ぎ越したっていうことを、まあ、言っているわけですね。この大変大いなる災いが起きたことによってイスラエルの神様の力を思い知ったエジプトの王ファラオはイスラエルを解放することを認めます。主は
エジプトを脱出しようとするイスラエル人たちが自分たちの周りに住んでいるエジプト人の行為を受けてですね、そしてこう安心安全に出ていけるようにまた導きをなさいました。モーセとイスラエルの人々はこの主の約束を信じました。約束された主ご自身を信じて、神様が神様の方法で民を救い出してくださるということに信頼したわけです。結果的には皆その羊をほふって、そしてその血をですね、玄関に鴨居に塗ったわけですから、その通りしたわけですけれども、この時イスラエルの人々が本当にすぐに信じることができたのだろうかということを思うわけです。出エジプト記、この前後ですね、またこの後ずっと申命記に至るまで読んでいくと、イスラエルの人々はモーセが言うことを常に全部そのまま素直にこう受け入れたわけではないっていうことがわかります。すでにモーセがファラオの前に行ってですね、イスラエルを解放せよと言ったらですね、それはそのままイスラエルに対する労働が厳しくなるという結果を引き出したので、なんて余計なことしてくれたんだなんていうふうにモーセが言われてしまったこともあったわけです。しかしとにかくこの時半信半疑であったかもしれない。しかしイスラエルの人々はモーセを通して語られたその信仰の呼びかけに応じたんですね。子羊をほふって、そして玄関に塗りましょう、血を塗りましょう、そうすることによって災いが過ぎ去ります、神様の大いなる勝利がもたらされます。どれくらい積極的にそれを彼らができたのかはよく分かりませんが、とにかくそうしたんです。そうすることによって彼らは神様の御業を経験したんですね。私たちも神様のご介入、神様のお助け、神様の救い、それを願うのでありますけれども、しかしそれらは私たちの思い、私の思い、人の思いを超えた神様の特別な方法で与えられるんだということを信じたいと思います。まずこの場所から教えられるのは、神様は神様の方法で素晴らしい御業をなさろうとしておられるので、私たちはその神様を信じ信頼しついていくようにと、そのことが呼びかけられているということですね。2番目に申し上げたいことは、私たちの困難の中を共に歩んでくださる神様ということです。29節、信仰によって人々は乾いた陸地を通るように紅海を渡りました。同じことを試みたエジプト人たちは海に飲み込まれてしまいました。エジプト軍に追跡されて、イスラエル人はこう逃げるようにしてですね、海の方に進まざるを得なかったわけですけれども、目の前には海が広がっていて渡れない。しかし神様がその海を陸地にしてくださったので、イスラエル人は渡ることができ、その後ついてきたエジプト人が、イスラエル人が渡りきったところで水が戻ってしまうので渡ることができなかったというわけです。信仰によって人々は、しかしエジプト人はと、同じことをしようとしたわけですけれども、できた人々とできなかった人々がいる。それはすなわちそこに神様が共におられたのかおられなかったのかということの違いであります。先ほど申し上げたエジプト全土にその主の10番目の長子が失われるという災いが襲った時に、エジプト王ファラオも自分自身の長子を失ったのであります。そのことによってイスラエルの神様の誠であるそのご存在と、またその力をファラオは思い知りましたけれども、イスラエルの人々にようやくエジプトから出ていけと、そのように命じるわけです。しかしやっとイスラエルの人々は王から出ていけと言われましたが、すぐに心を変えてしまうんですね。聖書を読むと、イスラエルの民がエジプトを出たことを聞いたファラオと家臣たちはと、その後話し合ったんでしょうね。王様、やはりもったいないことをしてしまいました。
彼らを行かせるわけにはいきませんとか、まあ、いろんなこと話だったんでしょうね。結局彼らは考えを変えて、軍隊の中でも精鋭の軍隊を整えて逃げたイスラエルを追跡します。最初はイスラエルの人々は意気揚々と出ていたと思います。自分たちだけ守られた、自分たちの家は誰一人死ぬことなく、本当に神様が私たちを守ってくれるとですね、本当にこう元気よく顔を上げて出発したはずでありますけれども、しかし追いかけてくるエジプト軍を見てですね、もう恐れのどん底に落とされたわけであります。目の前には海が広がり、後方にはエジプト軍が迫っています。そうなるとどうなるかというと、イスラエルの人々は神様とモーセにつぶやくわけでありますね。出エジプト記の14章11節12節にこのようなつぶやきが記されています。エジプトに墓がないから荒れ野で死なせるために私たちを連れ出したのですか。私たちをエジプトから導き出すとは一体何ということをしてくれたのですか。私たちはエジプトであなたにこう言ったではありませんか。放っておいてください。私たちはエジプト人に仕えます。荒れ野で死ぬよりはエジプト人に仕える方がマシです。まあ、このように神様とモーセに文句を言うわけですね。これはそもそものイスラエル人たちが思っていたこととは違います。イスラエル人たちは神様助けてくださいとそのように願ったからこそ神様はモーセを使わされたんですけれども、しかし喜んで旅立ってすぐに試練にぶつかった時にそもそも頼んでない、そもそもエジプト人にずっと使いたいと思ってましたなんてことをですね言ってしまうわけですね。まあ、それだけ恐怖が大きかったということでもありましょう。そのようなイスラエルの人々に向かってモーセはこのように言います。出エジプト記14章13節14節です。恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今エジプト人を見ているが、もはや常しえに見ることはない。主があなた方のために戦われる。あなた方は静かにしていなさい。イスラエルの人々がエジプトで強制労働に苦しみながら主に訴えたときに、主はそれを聞いてくださってモーセを使わしてエジプトからその解放というものが実現したんですけれども、しかし困難が目の前に起こったときに、もう奴隷のようなあの生活に逆戻りしてもいいです、そのように言ってしまうほど神様の力よりもエジプト軍の方がもう大きく見えてしまったのでありましょう。しかし結果的に人々は乾いた陸地を通るように紅海を渡ったと書いてあります。この29節注意深く読みますと、主語は人々なんですね。28節は信仰によってモーセはとありますが、29節は信仰によって人々はと、これらの人々が信仰の人々なのかというふうに思いたくもなりますけれども、イスラエルの人々は大変な困難を目にして一度はつぶやいたわけです。もう助け出されなくていいです、エジプトに帰りたいです。でもとにかく神様とモーセに促されて彼らは前に進んだわけですね。私たちも困難を前にして不安を覚えて希望が失われたように思う時があります。しかしそこからこうもう一回神様に目を向けるためにどうしたらいいのか、それは聖書の御言葉ですね。聖書の御言葉を通してもう一回神様への信頼を私たちは取り戻すのであります。もちろん何か困った時にですね、もう聖書を読むしかないというふうに追い込まれてですね、こう聖書を開くということもあるでしょうけれども、しかし私たちは日々御言葉によって私たちの神様への信頼というものが保たれて成長させられるわけですね。そして御言葉を読むときに、この困難の中でも神様が共におられるということを私たちは御言葉によって知るのであります。私たちは神様が共にいてストレスの全くのない人生を歩みたいと願うかもしれません。でも出エジプトの歴史が教えることは、確かに神様はイスラエルとおられた、共におられた、だけれども彼らはその都度いろいろな困難があったわけです。
でもそれを信仰と神様の力によって乗り越えていくという恵みを経験しているわけですね。ですから私たちも困難に直面するかもしれませんけれども、でもそれは主が共におられるということを御言葉によって知るチャンスでもあるわけですね。いかがでしょうか。毎日私たちは御言葉から教えられ、そして力を与えられようとしているでしょうか。私たちのとても大好きな御言葉に、内なる人は日々新たにされるという言葉がありますね。でもその内なる人が日々新たにされるというのは、日々御言葉を通して神様に教えられようとし、また導きを求めるから、私たちは神様によって日々内なる人が新しくされていくのであります。困難があってもですね、共におられる主が私たちと一緒に歩んでいてくださるということをですね、日々また御言葉を通して祈りのうちに教えられ、また確信し、そこから力を得るお互いでありたいと願います。3番目に申し上げたいことは、イエス様の十字架によって私たちが救われるということですね。ヨハネによる福音書の1章の29節を読みたいと思うんですが、ヨハネによる福音書1章29節、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。先ほど申し上げたように、出エジプトという出来事はイスラエルの人々にとっては自らがどのような存在であるのかを決定づける重要な出来事でした。しかし私たちが出エジプトの出来事を見るときに、それは単に、ああ過去にこういう出来事があった、神様はこのようにしてイスラエルを救われたんだなということをただこう知るためだけではなく、むしろイスラエルの人々を超えて罪に囚われている私たちの救いということをあらかじめ表す出来事なんだということを覚えたいと思います。出エジプトの出来事はイエス様の十字架をあらかじめ示す出来事、まあ言葉ではありませんから予言という言葉はちょっと間違ってるかもしれませんが、いわば予言的な出来事だということですね。イエス様は究極の杉越の子羊として死んでくださったんですね。このモーセの時にイスラエルの人々のに災いが及ばなかったのはなぜでしょうか。それは子羊の血が流され、それが印として、入り口、家の玄関に塗られたからであります。そのゆえに災いが過ぎ越したんです。そして私たちは罪なき子羊であるイエス様の十字架の血によって罪の滅びから贖い出される、罪の滅びという本当に究極的な大いなる災いから私たちは贖い出されているお互いであります。出エジプトの出来事、過ぎ越しの出来事はそのことを私たちに教えているんですね。私たちはイエス様の十字架のおかげで救われます。それが神様のなさる方法です。そのことを信じることによって私たちは救われます。そんなことで救われるんですかと。イエス様の十字架、確かに立派なことかもしれない。誰かのために自らの命を捧げることは美しいことかもしれない。しかしそれが私を救うんですか。そうです。それだけでは不十分と思うかもしれない。それは自分には無関係と思うことがあるかもしれない。でも私たちが自分自身の罪深さを思うときに、その自分自身の罪深さを一個一個をですね、償っていってクリアして、そして自分でそれをきれいにして救われようと思うならば、絶対にそれはできないっていうことに気づくわけです。私たちが罪から救われるために私に何ができるんだろうかと思っていけば、何もできないという結論しか出ません。自分の問題、自分の課題の大きさに潰されそうになるからこそ、そこにイエス様の十字架が輝くのであります。出エジプトのイスラエル人たちはその杉越の食事の時にほふられた子羊の血によって助かりました。そして私たちは究極の杉越の祭り、究極の杉越の子羊であるイエス様のその十字架の血のおかげで私たちは救われるのであります。それだけが
イエス様の十字架だけがですね、誰にも償うことのできない、返すことのできないその罪をですね、全く贖ってくださる主の唯一の方法である、それが神様のやり方なんだ、そのことを本当に受け入れて感謝して信じる者にですね、豊かな力が及ぶ、そのことをまた改めてこのところから覚えたいと思います。私たちもですね、信仰によって本当にイエス様の十字架に信頼して歩むお互いでありたいと願います。お祈りをします。信仰によってモーセは滅ぼす者がウイゴたちに触れることのないように杉越を行い血を塗りました。信仰によって人々は乾いた陸地を通るように航海を渡りました。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。そして御言葉に示されたあなたの大いなる救いの御業を感謝します。その恵みが私たちの人生にも及んでいることを感謝します。私たちには追い切ることのできない大きな罪、またその罰をイエス様の十字架がすべて本当に帳消しにしてくださって、あなたに贖い出されたものとして顔を上げて生きることを許されていることを神様感謝します。今日もまたその十字架の血の力、そしてまたあなたの大きな愛に力を与えられて、そして新しい週間進んでいこうと思います。今から聖餐に預かりますけれども、その聖餐を通してさらにイエス様が十字架で死んでくださったことと、そのことによってなされた恵みの大きさ、そのことによって私たちに新しい命が与えられていることの喜びを深く、また新しく心に刻むことができますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。